始まる。お待たせしました。ごめんよ、5分遅れてしもた。ソーリー。どうもこんばんは、私マリリカです。高校2年生17歳です。お願いします。準決勝じゃないや、決勝2日目 TGC 熊本の決勝が2日目だお。頑張るぞい。よいしょ。ありがとうございます、来てくれて。あ、どうも初見さんこんばんは。高校2年生17歳、元島リリカです。お願いします。今日はね、原宿駅前ステージのエンドプロデュース公演でみんなツインテールしてました。医薬品さん、ケーキありがとね。おー、レッドスター気球だ。ありがとう。気球は用意しとらんかった。風船でいい？風船でいい？レッドスターありがとう。めっちゃ可愛かった気球。ありがとね。今日もリリーベ来てくれてありがとう。公園も見えたぞ。駅前ステージで遠藤美優プロデュース公演ということでツインテールしました。気球なかった、ごめんね。ちょっと次までには用意します。失礼しました。頑張って、医薬品さんありがとうございます。どう？あのさ、この高さのツインテールで初めてラインダイブやるんだよね。恥ずかしいわ。なんかさ、ちょっとステラルっぽくない？勝手にそう言うっていうね。でも意外とね、気に入ったこの高さ。オイルつけてもらって、ちょっとオイリー風の前髪にした。って感じですね。今日の遠藤美優プロデュース公演はね、実は LINE ライブで、そう、放送されてました。生配信されてました。見てくれた人、はーい、見てた人、あ、サナだ、サナハートありがとう。ひとちゃんもハートありがとう。レムさんはじめまして、ありがとう。こんばんは、高校2年生17歳元島リリカです。あ、みんな見てくれてた、嬉しい。サナありがとう。キャンディー見てたの？みんな見てた？よかった。どうでした？まさかの一発目は、ふわり乙女ビームっていう曲から始まったんですよ。そう、あれでもね、リーすごいずっと踊りたかったやつだったから、踊れて嬉しかった。ありがとう。たけさん。猫ありがとう。えいちゃん、キャンディーありがとう。ゴミさん、こんばんは。こんばんは。今日みんな何してた？日曜日。 Thank you ローズ。あ、ヤマキピッチだよね。リーのラインライブ来たの TGC 始まって初めてじゃない？やったね。うん、触覚焼き。そう、なんか今日ね、ちょっといつもよりもちょっと多めにした。画面真っ暗？正常に配信を再開しました。どう？見れた？画面真っ暗ってきた。そう、やばめ、途切れ途切れ。やだ。なんかたまにそういう時あるの、マジほんとやだ。止まった、調子悪いね、ごめん。今リリ見れてる？みんな調子悪い？カイテさんこんばんは。あ、見れてるのかな。そしたら大輝くんこんばんは。あ、キャンディーありがとう。みんなこれ見れてる？真っ暗じゃない？大丈夫？あ、びっくりした。みえみえさんこーん。キャンディーありがとう。今見れてる？よかった。なんかさ、ちょっと Wi-Fi の調子が悪いのかな？なんかさ、リリンちゃん新しい Wi-Fi に変えたのにさ、調子悪すぎてマジ泣えるんだけど。こんばんはっす。どうもー、やっほーやっほーやっほー。
復活した？よかった。本日もお願いします。高校2年生17歳、元島リリカです。応援お願いします。ピロさん寝ちゃうの？おやすみなさい。やっと見れた。よかった。なんかね、ちょっとごめんね、リリンチ電波悪かった。ゆちゃまる覚えてるよ。昨日も来てくれてたのちゃんと覚えてるよ。みなちゃん、権利ありがとう。ラオツさん、認知よろ。LINE ライブの中では認知してますよ。メダカさん、ちりこい、ありがとうございます。めちゃめちゃ懐かしいあだ名を出してきた。たけさん、ケーキありがとう。誰か、よーって言っちゃ、よーよーよー。よーよー。ゆうとくん、今日リリベ来てくれてるね。覚えてるよ。握手会来てくれてありがとうね。かずえさんってことは静岡にいるってこと？爽やか食べてるってことは。いいなぁ。なんで静岡にいるの？いいなぁ。リリも食べたいよ。ハンバーグ。今日でもね、お昼お弁当がハンバーグだったの。そう、チーズハンバーグで。しかも下にね、パスタがついてたからめっちゃ美味しかった。あ、パスタも美味しかったし、ハンバーグも美味しかった。レムさん、ツイッターにやってる、ありがとう。ちょっとこの高さのツイッターはちょっと恥ずかしいんだけどね。これで私は家に帰りました。マセさん、こんばんは。トマさん、こんばんは。美味しそう。何が美味しそうなの？ツインテール？ケーキありがとう。マセさん、ケーキありがとう。あ、カズエさん、静岡に在住なのか。そういうことか。いいなぁ。だいつも爽やか食べれてんじゃん。ずるーい。アマゾン。じゃあ今見れて嬉しすぎる。それは良かったです。嬉しいです。ありがとうございます。さやさん。ファンファンのライブ行きたいんだけど、女子一人で大丈夫？もう全然大丈夫ですよ。なんか、女の子でも、女の子でも行きやすいって言ったら変だけど、なんか、そう、モデルとかやってる子とか、多いから結構だ、うん、可愛い子揃ってますよ、ファファ。自分で言うのもなんだけど揃ってますよ。顔面接した高めだからぜひ会いに来てほしいな。ゆっちゃんは滋賀県に住んでる。おお、そうなの。滋賀県だと琵琶湖か。琵琶湖リリ行ったことないな。滋賀県だ、行ったことないかも。みんなちなみにどこ出身ですか？どこ出身っていうか、どこ在住とか。あ、プライバシーだからそこまで言えない人は全然大丈夫なんだけどさ、どこ出身とかある？ 2 は東京生まれ東京育ちなんだけど、どこ出身とかいますか？さっき滋賀と静岡が言ったね。あ、レオさん、こんばんは。ありがとう。のぞみさん、初見です。ありがとうございます。高校2年生17歳元島リリカです。神戸、大阪、愛知、東京、大阪、4月から東京、あ、それでリカちゃん聞いてよ、それ。長野です。ゴミさん、長野なの？長野オリンピックやった場所だ。セスさん、埼玉。あ、なんかさ、意外とさ、あれ？愛媛。愛知だ。ごめん。愛知とか、神戸とか多いね。だから関西が多いのかな？駿河湾出身です。静岡だ。駿河湾の豆の。あ、ミニオンリーダーさん！お久しぶりです。スポーツカーありがとう。ありがとうね。やったー、嬉しい。お久しぶりです。どうもどうも。名古屋出身です。さ、やっぱりさ、向こう、関西出身の人多いね。ミニオリーナさん、ティアラもありがとう。ありがとうね。嬉しみです。そう、やっぱさ、関西が多いよね。だからさ、リリさ、関西で行ったことあるのが、京都と、三重と、大阪かな？行ったことあるの。あ、ゴミさん、クマありがとう。待って、クマありがとう。みーちゃん、キャンディーありがとう。京都もあるし、大阪もあるし、神戸もあるし、三重もある。4つ行ったことある。そう、なんかさ、まあ、神戸、まあ、なんか、三重は、その伊勢神宮にお参りしに行った。ってだけかな。でも大阪とかは結構よく行ってたよ。
なんか、その前に、そのちっちゃい時にモデルやってた時に、大阪の友達とかと会ったりとか、あとは福岡の、福岡に親友がいいんだけど、その子と福岡と東京の真ん中の大阪で集合しようみたいな感じで言ってた。京都はね、よく、京都ね、神社巡りよくしてたな。嵐山もよく行ってたし、鈴虫寺も行ってたし、車崎神社も行ってた。あ、またスポーツカーだ、山木ひろしさん。ありがとう、スポーツカー。ありがとう。ありがとうね。2個も送ってくれて嬉しみ。ブブブブーン。ありがとう。シャボン玉で4つでできちゃうぞ、スポーツカー。さゆりちゃん、神戸いいよね。そう、神戸はね、神戸タワー見に行ったな。あとなんだろう。あと何があるかな。そう、あとはまあ食べてた、よく食べてた、めちゃめちゃ食べてたよ。大阪だといつも串カツ食べてたし、あと高雪は欠かせない。道頓堀めちゃめちゃ行ってた。グリコの前でみんなでグリコポーズして写真撮ったりとかもしてた。懐かしいな。エモエモ。関西、関東か関西、まあどっちかだよね。うん。でも北海道出身とかの人もいてくれて、めっちゃ嬉しい。もう全国見てくれてたよ。嬉しみです。小玉さん、コマありがとう。今日もここに来てくれてありがとう。あ、ユニバも行ったよ。ユニバも行った。ユニバも行ったよ。でもね、あれだった。あの、ユニバのさ、4人乗りのジェットコースターあるじゃん。あれ、めちゃめちゃ怖かった。超ビビ、そう、最初ちょっとビビりだからさ、乗れなくてさ、ちょっと半泣きで乗ったら、でも意外と楽しかった。あとね、リーが行った時はね、まだあれがあったな。なんだっけ。あの、車のやつ。なんだっけー。バックトゥーザフューチャーのやつがあって、あれめちゃめちゃ面白かった。あれ一番面白かった。ミニオンリーダーさん、え、パワーだ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。パワー嬉しい。ありがとね。やった。これってエッフェル塔なのかな？ごめんね、リーナ持ってるやつ多分これ東京タワーだわ。ありがとう、ミニアンリーダーさん。今日なんかすごい送ってくれてて嬉しい。ありがとう。ななかちゃんキャンディーありがとう。そう、バックツーで増えちゃう。あ、ミニオンになったんだ。ミニオンさ。だからか。そう、なんかさ、ミニオンとかハリーポッターとか増えてからまだ行ってないからさ。あとリーナ、スヌーピーのところが好きだったな。翔平さんね、あ、翔平さん来てくれてる。ありがとう。ぬいぐるみ見せてください。ステラルーナを。長いよね、耳。わしもついた。関東からほとんど出たことない。そうなの？関東から出たことないの？それはさ、もったいないよ。なんか出てみたら出てみたら今何の話？今ね、出身の話してました。みんなの出身どこですかって聞いてて。そう、なんか、さ、やっぱさ、全国で見てくれてるわけじゃないですか。だからやっぱ行ったことあるけど、お話とかしたいなって思って。スヌーピーのところにキチちゃんもいるよ。なんかさ、キチちゃんも会ったことないんだよね、リリ。なんか久々に、なんか、地方に出かけたくなった。地方に最近、ふわふわ入ってからあんまり行ってないからな。なんか行ったとしても、神奈川県内がよく多い。東北ね、そう、いちゃん、ゆいちゃん、めちゃめちゃいい質問をしてくれた。東北あんまり行ったことないの。てか、行ったことないの、ほんとに。この間、北海道が初めてだった。北海道って東北に入んの？入んないか。そう、なんか、東北行ったことない。出身海外でした、大輝さん。え、マジで？長野、栃木、群馬、千葉、神奈川、山梨なんてことある。リー、全部行ったことあるよ、そこ。本州出たことない。え、そう、でもね、本州は、リリは、ごめん、正直最近まで本州を知らんかった。静岡来て、静岡行ったことあるよ。あのね、静岡の海でね、大変なことがあった。ジェイク復帰ありがとう。静岡行った時に、なんかね、砂漠みたいなところ？砂漠っていうのかな？海の近くに行ったの。で、あ、立花さん！ティアラありがとう。やった、嬉しい、ありがとう。今日じゃないやつだね。静岡の話なんだけど、静岡でなんか海浜公園みたいなところ行ったのかな。海浜公園行った時に、あ、ゴミさん、ダイヤありがとう。
ありがとう。ごめんね。今日はちょっとママの代を用意するの忘れちゃった。ありがとう。あー、KJさんもありがとうございます。ありがとうございます。あの、ズラお疲れ様でした。ズラ良かったですよ。砂漠じゃない。海浜公園に行ったの。海浜公園。お肉ありがとう。そう、海浜公園に行った時に友達と、なんか、足だけ海に浸かってたの。そしたらね、いきなりね、めちゃめちゃすっごい波が来て、もうね、もう腰ぐらいまで来て、もう超焦った。超びっくりしたもん。だからもうびちゃびちゃだったの全身。だからもう急遽、着替えを買ったのかな？あ、買わんかったんだ。着替え買わんで、そのまま濡れた状態で帰った。超寒かった。だから。なんかしかも季節が春ぐらいだったから、まだ暖かいかったけど、夜とか寒かったし、夕方とか風強かったから。もうさ、ちょっと待って、めちゃめちゃ寒かった。っていう記憶がある。でもね、あそこはハンバーグ、静岡はほんとハンバーグが美味しかった。そう、爽やかっていうハンバーグかな。あー、サイモンさん！ありがとう！ロボット最高だったよ。ありがとね、サイモン。あのロボット面白かった。ちゃんと中までミニオン着てるあたりさすがって思った。意識高めーっつって。さちった、バリッコさん、キャンディーありがとう。あとは何かな？そう、北海道は行ったことあるでしょ？あとは、じゃあ上から行ってこっか。北海道ある。あんまり東北はない。と、関東は全部あるの。茨城もあるし、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉。神奈川。もはや、もう千葉なんてもうディズニーめちゃめちゃ行きまくってるからさ。まあ、そんなには行ってないんだけど、ディズニーめっちゃ行ってるから、ディズニーって千葉じゃん。だからめちゃめちゃ千葉にはいるよ。あとは、静岡ある、山梨ある、長野ある、新潟が車で通っただけ？おばあちゃん家が石川県にあるから、石川県に行くときに車で高速道路で通っただけ。富山は富山ブラックのあのラーメン食べたよ。富山ブラックっていうラーメン大好きなんだけど、富山ブラックっていうラーメンを食べた。美味しかった。あとは、どこだろう。あ、石川県もあるでしょ。あー、それちゃん、ありがとう。みんなリーカの話題で盛り上がってるよ。なんでリーの話題で盛り上がってんの、それちゃん教えてよ。ロシタさん、バラありがとう。ソリちゃんありがとうね。ロシタさんありがとう。あとは、岐阜はないでしょ？あとは、三重はある。滋賀もない。愛知あるよ。名古屋だよね、名古屋。名古屋は行ったことあるよ。でもね、名古屋、スガキ屋でラーメン食べた。名古屋駅のスガキ屋でラーメン食べた。あとは、大阪ある、京都ある。あと、四国も行ったことないの。四国も行きたいなぁ。あとは、鳥取とか島根とかは行ったことないんだよね。なりさん、よろしくお願いしまーす。福ちゃん、ヨット、スーッと。ありがとう。イルカもいる。ヨットもいる。でもね、ヨットがないの。あれ、リー、ヨットなかったっけ？福ちゃん、ありがとう。イルカ飛んでたからイルカにしとく。ありがとね、福ちゃん。スイートってそれさ、あれでしょ。シャボン玉のマックスの絨毯の真似でしょ。あと何があるかな。あとは、福岡あるでしょ。そうだ、熊本はないの、本当に。だから、熊本に行きたいです、私は。熊本 TGC、熊本に出たいです。てか出るよ、ほんとに。もう絶対出るから、マジで頑張るから。みんな応援お願いします。ありがとね。あ、みんなお酒を飲んでるのか。テンション高めだな。1位に行ったの？やったー、ありがとうございます。みんなありがとね。高校2年生、17歳、元島りりかでーす。お願いしまーす。そう、長崎でね、空しに会いたい。みゆみゆ、空し知ってるの？そう、長崎も行ったことないの。でも長崎は行ってみたいんだよね。うん。沖縄もないし、鹿児島もないし、大分では別府温泉に入りたい。あとは、四国でやりたいことはね、愛媛で、ジュース飲みたい。誰？ホーサーカーさん。ホーサーカーさん、ありがとうございます。ティアラ、やった、嬉しい。ありがとう。やった、嬉しい。
ありがとう。やった、嬉しい。梅ビス、キャンディー、ありがとう。タコアン、ありがとう。ついてるかいもんかさん、ありがとう。梅ビス、めっちゃキャンディー送ってくれる。ありがとう。タコアン、タコアン、ありがとう、スポーツカー。タコアン、今日来てくれてありがとうね。リリーベ。公演ライブで見てくれたかな。そう、今日実は夜公演が、そう、原宿駅前パーティーズのふわふわっていうグループで活動してるんですけど、今日夜公演が、実は、ラインライブで放送されてたんですよ。ケイジーさん、ティアラありがとう。ずらよかったですよ。しかも、あえてみんなが回るときにサングラスかけるってあたりよかった。まだおすすめ上上がってんの？ありがとう。やったー。宮城いいよ。宮城行きたいな。宮城。スポーツカーたくさんあるよ、ちゃんと。宮城って何がある？宮城って何がある？宮城って何がある？宮城って何だ？あ！ありがとうございます。ティアラありがとう。なんて読むのかな。ごめん、名前違ったら。学士さん？学士さんで合ってる？合ってる？ごめん、名前違ったら。ティアラありがとうございます。仙台。あれだ、牛タンだ。牛タン、牛タン食べたい。牛タン食べたい。牛タンゲームが好きで、一時期ね、めちゃめちゃね、ハマってた。ずっとね、牛、牛ってずっとやってた。牛タン。メンベビス、ミーティーみたいの？今日ミーちゃん出るかな？ジョイマン、ジョイマン。ジョイマンはもう公演の時だけです。ひまじいさん、キャンディーありがとう。今日も来てくれてありがとうね。あ、ズンダシェイクもあるね。ズンダシェイクといえばね、リーのママね、マジでズンダ好きなの。ゆとくん、猫ありがとう。そうね、ずんだが好きなの、ママ。だからね、めちゃめちゃね、そうなんかさ、結構さ、空港とかさ、東京駅とかにさ、そのずんだ、ずんだのお店とかあるじゃん。そういうところでね、もうね、ママね、もうね、リーの好きを狙ってめちゃめちゃね、ずんだ、ずんだじゃない、ずんだ飼ってる。ずんだじゃないや。サネちゃん、ティアラありがとう。ありがとうね。牛タン食べたい。牛タン。いいな、牛タン食べたくなってきた、本当に。てっちゃんさん、よろしくね。よろしくお願いします。高校2年生、17歳、松島りりかです。ゆうとくん、ライブでこれ見たら実際行きたくなった。本当？嬉しい。ありがとう。でも3対1来るよね、ワンマンライブ。来ないっけ？あれ？来なかったっけ？眠り姫さん、ハートありがとうね。ロシタさん、猫ありがとう、じゃにゃん。サイモンさん、指輪ありがとうございます。ありがとう。熊本行ってね、行こう、頑張る、ほんと。じゃあね、ちょっと今から私服を紹介をしたいと思います。私服の紹介、今日の私服を紹介したいの。あ、牛タンは塩で食べる派？リリは塩派かな？じゃあ、私服の紹介したいと思うので、ちょっとスマートフォンを一度母親に預けます。行くぞー。今日の私服はこんな感じです。ごめんね、今日ちょっとニーハイブーツ履いてたから、ちょっと寒いからニーハイ履いてました。白のニットにチェックのスカートです。で、靴はベージュの、ロングブーツを履いてたんです。そうだ、2杯ブーツ履いてて寒いからちょっと靴下を履いてます。私のこれリリポーズっていうから、みんな覚えてほしいです。これね、マジどこでも撮って撮れるからね。じゃあ、よくないこのポーズ。リリポーズって言います。もしよかったらみんなもやってね。こんな感じです。今日はちょっと女の子っぽい感じでも、あんまツインテールに合わなかったかな。でも女の子っぽい、なんていうのかな、なんか春っていうか冬とか春とかに
デートで彼女が来そうなコーデみたいな感じです。なんか久々にスカート履いたなって思った。以上です。みんちゃん、さーてここで、そうランウェイでは絶対に今のリリポーズやろうかなって思ってる。絶対だからラーメン立つよ。そしてミンティーの登場です。ミックさん処刑です、ありがとうございます。みーちゃんこんばんは、高校2年生17歳元島リリカです。みーちゃん、みーちゃん前見てよ。みーちゃんほらみんな見てるよ、3546人も見てるよ、みんちゃんのこと。皆さんがお待ちかね、ミンティの登場です。ミンティですよ。みんちゃんかわいいって、みんちゃんかわいいって、よかったね。あー、リサさん来てありがとう。ミンティー暴れないの、吠えないよ、みーちゃん。ミンティー、わしゃわしゃでね。嫌がるんだよね、みーちゃん。ルッツッツッツルッツ。じゃあ、みーちゃん、バイバイ。みーちゃん、バイバイって。バイバーイ。みーちゃんレスくれない、みーちゃんなかなかレスくれないよ。よっしー、うちはありがとう。ミックさんポメラニアンですか。そうポメラニアンです。みーちゃん劇場入れよ。いやだ、行かせないよ。大暴れしちゃうよ。立花さんティアラありがとう。今1位みたい、嬉しい、ありがとうございます。マニコさん、キャンディありがとう。モネちゃん、モネさん、こういう時はヘアスタイルだ。ありがとうございます。あ、銀河一かわいい半蔵門千さん。名前面白い、ありがとうございます。ケーキやった、嬉しい。ハッピーバースデーだって。ミンティとリーの合同誕生日会ですか、ありがとうございます。これからてっちゃんは仕事に入ります。おー、仕事頑張って、てっちゃん頑張りり。こだまさん、バラありがとう、ありがとうね。ほら、海ピスミンティ出たんだよ。あー、こみさんパラシュートありがとう、ありがとう。2位の子がめっちゃ追い越そうと頑張ってる。マジで、ミヤリーダさん、イルカありがとう。ドルフィン、ドルフィンになってるかな。この辺にイルカがめっちゃ飛んでた。ありがとう、ミニオンリーダーさん。声お疲れ、ももちゃんありがとう。そう、枯れ木の声見てたよね。リリがラインライブ見てて、ちょうどももちゃんがコメント出てた。てーちゃんありがとうね、また来てね。バイバーイ、お仕事頑張れ。事務所所属してますか？してますよ。ライジングプロダクションに所属してます。あと1週間で合同誕生日か、あと1週間合同誕生日かな。やった、ふぽさんありがとう。お祝いして、そう、ありがとうございます。今日もたくさんポイントありがとう。ドルフィーで合ってる？よかった。そう、最近ね、ちょっとね、英語を使った生活をしようかなっていうのをね、ちょっと考えてて、みたいな。勝手に一人で考えてるんだけどね。英語。なんか、グーってとか、そこかいって。よし、ヨーカーありがとう。キングだぜ。そう、キングで思い出した。そう、アイちゃんキャンディーありがとうね。あと何か来てた？あ、ももかちゃん寝る？あ、大好き。やった、嬉しい。リーも好きメロディーありがとう。おやすみなさーい。アイちゃん猫ありがとう、だにゃー。そう、昨日のね、ちょっとなぞなぞの答えをね、発表したいなって思います。今回のなぞなぞは、あ、
こちら、王様が2人分食べてしまう料理はなーに。王様が2人分食べてしまう料理はなーに。これ昨日クイズで出したのみんな覚えてる？この答えを発表したいと思います。あ、ヒカルくん、あ、明日早いの？オッケー、おやすみ。なんだなんだなんだ、まだ答えは言っちゃダメだよ。今から答え発表するからね。なしだなしだ、忘れてたでしょみんな。忘れるなし。そう、リカちゃんが唯一わかった問題今までの問題で唯一わかった問題。じゃあそろそろ答えを発表したいと思います。こちらの王様が2人分食べてしまう料理ってなーに。リーの手作り料理はね、王様ももっと食べたくなっちゃうから、2人分以上食べたくなっちゃうから正解はじゃじゃん、バイキングでした。なぞなぞだお。バイキング、キングが王様が倍食べるからバイキングでした。当たった人、しーちゃんこんばんは。当たった人、リカちゃんバカにしてないよ、ごめんねって。ごめんよリカちゃん、バカにしてないよ、許して。ネギさん忘れないしてへへ、ペロ。そういうことか、バイキング。当たった人、鬼かと思った。なんで鬼かと思ったの？すき家の牛丼すき家の牛丼、うな丼、なんて日だすばらっ。え、 C 教えて、 C まで言ってよあ、当たった、レッドさんおめでとう、リカちゃんおめでとう、アボさんそういうことで、シーちゃんおめでとう、シーさんおめでとう。結構今回簡単だったと思うんだけどな。でもリリは絶対解けないんだよね、なぞなぞそうで、そう、みんな待ってた？なんて日だ。待ってたかな、みんな。ここって見えとる答え。バイキングでしたということで、今日は、ちょっとね、後半の方に、もうちょい後の方にクイズを出そうかなって思ってます。わからんかった、ももちゃん。惜しい。次はね、へい、へい。次はね、ちょっとね、リーに関する問題をね、出そうかなって思ってるの。だからみんなちょっと待っててね。バイキングよりヒルナンデスさんです。そっちかーい。いや、フジテレビか日テレの問題やん。まあ、リリもどちらかといえば、フリなんで、ヒルナンデスかな。ハート集めてたの？しーちゃんありがとう。アポさん、なぞなぞ苦手や、リリも苦手だお。だから、その、今回みんなになすなぞなぞで頑張って、頑張ろうと思ってんだけど、なかなかね、当てられないのよ。あー！キングさん、キングさんじゃないよ、サイモンさん。王冠ありがとう。リーちゃんのモノマネが素敵です、ありがとうございます、ありがとうね、王冠。最近モノマネってあれや、あれしかやってないよもっと磨きますわ。しーちゃんハートありがとう、ハートのクッションあった、ハートありがとう。リカちゃん調べちゃったの？悪い子でも今回はさ、調べずに解けたんでしょ？すごいよ、おめでとう、コングラチュレーション。ほら、ちょっと英語を使っているのももちゃん今日の声のものに面白かった本当？よかった。実は後ろにスヌーピーがみたいな次こそは、次こそは頑張りり。すごい鼻詰まってる今日、花粉症じゃないよ。モノマネトラップ最高だったよ、恥ずかしいですね、ありがとうございます。そう、でもモノマネはね、でも実際ね、ここでやったやつだから、ちょっと磨きを上げたみたいな、ちょっと頑張っちゃったみたいな。サイモン、キャンディーありがとう。じゃあさ、今日さ、見れなかった人のためにモノマネやります、いきまーす平泉成さん、ゴーソゴーソ、
次、アナゴさん。ふーぐたくん、今夜ちょっと飲みに行かないかい。次、長沢くん。藤木くん、君は何をやったんだ。藤木くん、ね、僕は何もやってないよ。次、坊ちゃん。しんちゃん、一心拾ったです。ここまでです、モノマネは。どう、見れた？みんな今日見れなかった人のためにみたいな感じ。一緒じゃないよ、ちゃんと変えてるんだよ。まあでも一番うまいのは、まあ、ナゴさんって言われた。ね、同じって言わないで。でもさ、トーンが似てる方がやりやすいみたいな。だからまあもしかしたら、まあ森進一さんもできるかもしれないみたいな。ピスタチオも確かないよ。ピスタチオです。好きなお惣菜ランキングは、トロロッン。何だっけ。好きなお惣菜ランキング、そう、ここで終わりなんだよね。ねえ、みんなジョイマンって言うけど、リリここでジョイマンできないの。ぼーちゃん、一心、拾った。ラップのあたりから見てたよ、しーちゃん、それは。ってことは、モノマネを見てないってことか。ジョイマンまでは、ワンセットでしょ。そうかもしれないけどさ、ここでできないのよ。いつかやるね、じゃあ全身やったときに。森進一、おふくろさん？そう、あんまりわかんないね、森進一さんのモノマネが。サイモン、チラありがとう。あ、ピエールさんだ。ありがとうございます。お仕事お疲れ様でーす。ね、それな、コメントでなんで全部男って書かれた。だってできないんだもん、女の子が。ローラでやってみよう。はい、ローラだよ。いけない？はい、ローラだよ。オッケー。あ、ダメやな。なんかないかな、女の人のモノマネ。なんだろう。なんかないかな、女の人のモノマネ。かわいいモノマネもやってみたいな。あ、あれ、ひま。しんちゃんのひまわり。たっ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 たーや。どう？あと、キティちゃんの YouTube のオープニング。キティだよ。わかる。赤坂うまかったね、ローラ。それな。スカモモのモノマネは確かに安定感はあったわ。なんか、ね、いいかって。いいな、リリもあんなに。女の子系挑戦してみて。女の子系やってみるか。なんだろう、女の子系。なんかある？あ、マイメロディーの、お願い。あれはモノマネじゃないな、ね、これはもはや。あと何個あるかな。たたたたたたたいや。エルモだよ。ハローキティ。あれな、キティちゃんな。あと何があるかな。女の子でしょ。女の子でしょ。なんか男の子系が多いんだよね。スティッチやってみるね。スツッツ。スツッツ。やば。スツッツ。セーラームーンにりわかんないんだよね。あと何があるかな。ノナルドのね。ノナルドの。あれ。ってやるぞ。ノナルドの意味聞こえるっぽいの。だからちょっとやってみるね。もう一回やるわ。いてててすごい事故。スピンチ似てる？滝沢カレンさん。滝沢カレンです。おすそわけ、あ、じゃあ、おもてなし。おもてなし。ちゃう、滝がお送りしてるかーいってね。ドナルドいい？ほんと？よっけ、じゃあ次からドナルドやろう。グーピーはひょできなーい。おすそ分けじゃない、おもてなしだった。すんごいモノマネやると鼻詰まり出すんだよね。まあ、昨日。あと何があるかな。ピコさん、猫ありがとう。にゃんにゃん。あんちゃんのモノマネむずいよ。
何があるかな、うん、女の子っぽいモノマネでしょ。あ、石原さとみさん。もう負けない。弱虫ちんちくん卒業するの。どう。はい、させん。その後謝るやつ。わかる？伝わる？あと、あれ。あれ。あとあれ。あれ。あれ。出てこない。北川景子さんの、北川景子さんの、家売る女。ゴー！こんな感じじゃない？どう？似てない？伝わんない？ピカチュウ。ピカピカ。ポチャウバ。ポチャウバ。そう、光悦がある。ゴンザレスさん、ありがとう、教えてくれて。足のものだよ。あのね、足のものだよ。あ、何が似てる？メダカさん、何が似てる？全然似てないって言うな。顔芸、顔芸になっちゃった。ね、全然似てないって言われたんだけど。ナイル、頑張ってやってんのにさ、ね、なんか似てんのないの？顔芸やないか、それな。でもなんかもう、もはやもう顔芸になってきたよね。ゴー、よき？ゴーだけなら、だけか。メンバーのモノマネが難しいんだよね。しかもメンバー知らない人もいると思うからさ、メンバーのモノマネじゃないやつやりたいな。あやかちゃん、招き猫ありがとう。ピカチュウセクシーとは和田アキ子さん、ちょっと聞いて。あれだよ、あれでしょ、あの頃は、はっってやつよ。どう、ちょっとさ、教えてよ。足玉の1だよ、よかった。倖田來未の真似して、倖田來未、はぁ、倖田來未、倖田來未、明石家さんまさん、違う、絶対違う。待って、マジでやめた方がいい、これ。クシアさんまさん、めっちゃ引き笑いでしょ。前は出てるよね。こう、こうなっちゃうよね。あひや、あひやもいやいやいや、あかしやさんまさんってこうなっちゃうよね。結構気持ち悪いからさ、これ。顔割れになっちゃうから。オラフみたい。ちょっとオラフの顔真似、できない？オラフ。オラフ似てない？これ、オラフいくない？オラフ、オラフって言葉じゃない？あれ、人参つけようにしよう、こういう感じ。あ、似てない？オラフ。やば、結構事故。今日かなり事故なんだけど。やばい。パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい。ニワトリ？おっかなっかー。いや、やめ。そう、オラフの顔真似ができるようになりました。イエーイ。結構ね、成長した。西川きよしってあれでしょ、お目でかい人。なんかとりあえずみんな目でかくなっちゃうんだけど。自分の学校にいる先生の真似して。自分の学校にいる先生の真似、特徴ある先生がいないからできないんだけど。センスあるね、ありがとうございます。翔さん、ありがとうございます。顔真似になってる、それな。恥ずかしいんだけど、顔真似とか。ニノちゃん、はじめまして。こんばんは。自己紹介しますね。こんばんは、高校2年生、元島りりかです。お願いします。21歳？え？ 21 歳？成人して1年だ。そこかいって。仲良くしてください。ぜひ仲良くして。お願いします。お願いします。飯山裕二さん、おやすみなさーい。あ、飯山裕二さん、リーの今日の写真にしてくれてる。ありがとう。よっしー。ありがとう、指輪。はしゃく。そろりそろり。なんか、もうちゃんになっちゃうね。そろりそろり。あ、すんごい、すんごい、なんかすんごい、もうなんかもうわからなくなってきた。ミュージックマンさん、こんばんは。山形40、お願いします。こんばんは。東京17す、これやってるのかな。こんばんは、松島りりかです。お願いします。坊ちゃんのそろりそろり、
そろりそろり。なんか違くなっちゃう。あかん、詰まる。あ、赤ちゃんのモノマネとかできるかな。赤ちゃんのモノマネできないかな。あーん、まあー、じゃあちゃうな。ツイテール似合う、いちごちゃん、ありがとう。そうだ、じゃあちょっとさ、リリを知ってもらうためのリリクイズをしたいと思います。イエーイ、いきなり始まるリリクイズ、イエーイ。はい、始めます。はい、まず1問、半蔵門線、くもありがとうございます。ありがとうね。ではクイズを始めます。リリは第1問、リリは3月、いた、リリは3月3日生まれですが、予定日は何日だったでしょうか。さあ、リリは3月3日生まれですが、予定日は何日だったでしょうか。リボンほどいた。髪型超可愛い、ありがとうございます。めちゃめちゃ髪型褒めてくれる。嬉しい、ありがとう。翔さん、ハートありがとう。みんな答えてよ。いきなり始まってごめんだけど。オナプレさん、2月23日、3月、レツスター3月2日、タコは3月30日、すっごい先。からそれすっごい先。ももちゃん、2月28日、3月31日、3月5日、3月3日、4月1日、C じゃん、もう先すぎやん。よし、2月29日、そんなの分からない、ちゃんと考えて。3月1日。ねえ、今ね、ごめんね。そうそうそう、4月25日、すっごい先。12月25日、すっごい前。なんで、今日今日何日だっけ ?3 月、今日何日だっけ ?24 だ。3月19、1月1日、すごいさ、ねえねえ、すごいみんなバカにするでしょ。あ、ソラップさん、昨日来てくれた人さん、ありがとう。ねえ、みんなさ、それワンチャン自分の誕生日言ってない？自分の誕生日言ってないですか？じゃあ、答えを発表したいと思います。トゥルル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 、2月28日でした。だから、ももちゃん、当たりだよ。ももちゃん、大正解、おめでとう。ピンポーン。ピンポーン。2月28日でした。ももちゃん、おめでとう。ももちゃんしか当たってなかったよ。何を聞きたくないんだ、チーボは。スクショしてもいいですか？ぜひ、こんな日付でよければ。てか、じゃあ、だったらさ、ちょっとリーの名前でスクショして。みんなスクショしてシェアしてね。外れた。じゃあ、次の問題に行くよ。いい？みんなわかった？リーの誕生日は3月3日だけど、予定日は2月28日だったよ。ちゃんとメモしてね。リーのクイズだから、みんなリーにリーのこと知ってもらうためにね。だからみんな、ちゃんとメモして、覚えて。続いて、じゃん。ごめんね。生まれた時から話します。生まれた時の体重は何グラムでしょうか。あ、そう、ごめん。お誕生日で思い出したんだけどさ。そう、リーチね、全員、そう、ゾロ目なの、ゴビさん、ゾロ目だとね。ギリが3月3日、パパが1月1日、ママが7月7日です。で、予定日は2月28日だったんだけど、パパとママがゾロ目だったから、ゾロ目だったから、リーのお誕生日もゾロ目にしたいっていう理由で、3月3日に産んでくれました。お願いします。覚えてね。はい、次の問題はこちら。生まれた時体重は何グラムでしょうか ?3 グラムちゃうわ、たくまん。それ、少なすぎや。さあ、ねえねえねえ、トンとかやめてくんない ?800 トンとかやめてくんない？すっごいひどくない ?800 トン。1グラム、ママちゃんバカにしてるでしょ。妖精さんだから、リリー妖精なんだ。じゃあ、正解を発表したいと思います。正解は、ドルルルルルン、じゃん。2765g でした。イエーイ、当たった人いなかった。ウェーイ。2765g でリリは生まれました。
ちなみに身長は50センチぴったりでした。みんな覚えてね、リリが生まれた時は50センチぴったりで2765グラムで生まれたよ。みんなメモした、メモちゃんとメモした。しおりん、キャンディありがとう。当たらない、さすがにこれは難しいか。5000円とか入れてくんない、鉄人ケイロさん。ほぼ当たった。まあね、勘だから勘。テストに出る？そう、テストに出るよ。リリテストに出るからね。みんなちゃんと覚えて。オッケー、覚えた？メモった、メモった？激ムズ問題。まあでもね、簡単だから。オッケー？覚えた？じゃあ、今日は、あともう一問あるんだけど、もう一問はもうちょっと後に説明、言えるわ。オッケー、覚えた？そう、スクショタイムしたいっていうのが来てたから、スクショタイムするね。今日はじゃあステラルー持って通ろう。じゃあ行きますよ。いきなり始まるスクショタイム用意したと。スクショ取れた？お、取れてるね。お嬢様っぽい、ほんと？城ヶ崎さん的な？城ヶ崎さん目指してますみたいな。スクショタイム終了！そのスクショをね、シェアしてもらえると無料ハートがもらえるから、その無料ハート欲しいな。お願いします。熱く、熱くて、捨てられるよね。なんでしょうさん、しょうさんそういうこと言うの？ひどくない？ここだお。捨てられるかわいいよね。うーん、鼻水が気になる。てか普通に鼻詰まりになったんだけど、物まねやるといつも鼻詰まりになる。ヤシーさん、バラありがとう。ありがとう。ちょっと今日は城ヶ崎さんをイメージしました。城ヶ崎さんと、あと今田美桜ちゃんをイメージしました。花粉症じゃないよ、リリ、絶対花粉症なんだから。ありがとう、リカちゃん。じゃあね、みんなにね、ここで、明日のクイズを発表したいと思います。これは明日の、明日の LINE ライブで発表するからね。では、今回のクイズは、こちら！ダダン！今日の原宿駅前ステージ、遠藤美優プロデュース公演の LINE ライブで、母に怒られたことは何でしょうか？今日の LINE ライブので母に怒られたことは何でしょうか。今日ね、実はね、原宿駅前ステージでの夜公演が LINE ライブで放送されたんですけど、それでそれを母親が見てて、母親がもうなんだよそういうことすなってめちゃめちゃ怒られました。それは何でしょうか。ちなみにこの裏の答えはまだ何も書いてなくなかった。何も書いてなくなかった。やば、待って、やらかしたんだけど。待って、まあそういう時もあるよ。はい、また怒られました。ちな、昨日の夜も寝る直前に怒られました。うん、LINE ライブ始まる5分前も怒られました。何でしょうか、何でしょうか。みんなちゃんと考えといてね。明日ね、明日答えを発表するから。明日の LINE ライブも見に来てね。だからみんな、ちょっと明日もレッスンがある関係で夜とかになっちゃうんだけど。何も見えてないよ。何も見えてないよ。そう、リリマジで怒られるの。めちゃめちゃ怒られるからね。
怒られて飲みる子は伸びてんのかな。もう伸びたいのは身長だけでいい。身長が伸びてほしい。初見です、ありがとうございます。青春高校3年生で応募してる方、ありがとうございます。カンニングは禁止だぞ。よっしー、うちはありがとう。母はすごい怒ります。私の母はすごい怒ります。もう今日も昨日も一昨日も怒られたよ。ゴミさん、バラありがとう。ディーちゃん悪い子ね、悪い子だね。さすがに怒られない習慣があってもいいんじゃないっていう感じ。今身長どれぐらい？ 160.5 です。理想は168です。高すぎかって。お母さん何歳？永遠の19歳です。って言われました。はい、これがみんな問題だからね。明日 LINE ライブで答え、明日の LINE ライブで答えを発表するから、明日の LINE ライブも絶対来ること。わかった？みんな。来てね。はい、ということで今日は7410人も見てくれてる。ありがとうございまーす。ももちゃん同じぐらいの身長。で、もうすごい今日もね、たくさんポイント送ってくれてありがとう。アイテムもありがとうね、送ってくれて。すごい今日たくさん飛んでたイルカとかも気球とか。めっちゃ嬉しかった。ありがとう。さあ、明日はね、学校終わった後にレッスンがあるから、レッスンが終わってから配信を始めようと思ってます。まあ、夕方に帰れなさそうだから、また夜になっちゃうかな。夜になっちゃうから、まあ夜、時間があるっていうか、まあもう絶対にね、今日ね、問題を見た人は絶対来るなよって感じです。あとね、あとなんだろう。あとなんか言い残したことある？リリー今日。日曜日いかがお過ごしでしょうか。いきなり始まるっていうね。あ、そう、明日から私は学校です。明日通知表が返されるの本当に怖いんだけど、もうマジでやだ、もう本当にやだ、通知表とか本当に嫌い。だからもうなるべくね、通知表で成績が悪くないことをみんな祈っててください。お願いします。夜の方が助かる？風さんよかったじゃん。多分夜になると思います。ヒランさんありがとう。来てくれて。スクショするよ。何をだ？今日も来てくれてありがとうございました。明日もついているかな？明日は何やるでしょうか？意外とこの髪型好評でよかったです。成績いいでしょ？よくないんだよ、それが。だってこの間のテストマジでやばかったもん。そう、テストのね、これも本当やだな。通知表でも怒られるの。怒られますよ。テストの点数でも怒られちゃったもん。生まれた時の体重忘れちゃった？ 2765g だよ。みんな覚えて。じゃあ今日も来てくれてありがとうございました。TGC 熊本ラーメンモデルオーディション決勝。絶対頑張ります。2日目ありがとうね。みんな明日も LINE ライブ見に来てね。ありがとうございました。バイバーイ。TGC 熊本、絶対熊本行くもん。バイバーイ。